ハレルヤー、ありがとうございます。ヘプシバ賛美チーム、また保さんな生活への美しい賛美感謝いたします。特に今日、毎週、えー、遅くまで練習して、また美しい、えー、賛美と演奏を持って神様の前に栄光を捧げている賛美チームに心から感謝いたします。今日、私は創世記3章6節から13節の御言葉を通して、 3回の機会を逃すなという題名で御言葉を語りたいと思います3回の機会を逃すなと聖書を見てみると神様が私たちの暮らしの中に介入されまた御言葉を通してまた人々を通してまたあるかい、えー、環境を通して私たちの人生を導いてくださるということを悟ることはできます 私たちの目では神様を見ることはできません。しかしいつも私たちは神様が共におられるということを悟ることができます。正しい道に私たちが歩んでいる時には神様は祝福をしてくださります。また私たちが間違った道へと歩もうとするならばあらゆる方法を通して神様は導きまた悔い改めさせ 神様の前へと戻ってくることができるように導いてくださる方であります。堕落した人間、私たちはあらゆる失敗をするわけです。弱く罪の多い者たちであります。ですから私たちは何回も繰り返して、えー、罪を、また失敗を反復することがあるわけです。神様の御言葉の通りに生きようとしてもですね、振り返ってみるとまた罪を犯している。 失敗をするそういう弱,弱い自分を発見することになりますしかし私たちが失敗をするにしても神様は私たちを捨てるのではなくまた私たちに悔い改める機会をくださるということを聖書は語っていますしかし私たちが悟らなければいけないのは神様は私たちにチャンスをくださりますけれどもそのチャンスは えー、永遠なものではないということをしっかりと悟りなさいということを聖書は語っているわけです。私たちはいつも神様,の神様から与えてくださるそのチャンスをつかまなければいけません。今日の本文でも神様はアダムに向かってまた私たち一人一人に3回のチャンスをくださったと聖書は語っています。私たちは、えー、多くの人を伝道するんですけれども。 伝道しているとよく聞く言葉があるんですね。伝道すると、教会に来てくださいと伝道してみるとですね、後で、えー、行きますと、後で教会に通いますと言うんですね。私の父が日本の北海道にいるんですけれども、えー、私は服屋、父は服屋を経営しています。そのお店に来るお客さんにですね、私の父は一生懸命伝道するんですね。 日本といえば空想も多いですし、キリスト教はほとんど、えー、いないわけですよね。クリスチャンがあまり多くありません。伝道するのも差し事実、大変なことであります。また、日本人はですね、えー、自分の心をあまり表そうとしないんですね。いつも自分の本音を言わずに、えー 言うわけですよね。伝道すると、教会に来てみてくださいと言うとどうですか分かりましたと言うんですね、えー。次来ますからと言うんですけれども、しかし、来ますと言いながらも、実際に、えー、来た人は一人もいません。私たちはイエス・キリストを信じるというこのチャンスも、えー、決して、 えー、多く与えられないということを悟らなければいけません。イエス・キリストを信じるこのチャンスというものは多くないわけです。なぜならば私たちが明日のことを分かることはできないからなんですね。神言神言27章1節を見ると、明日のことを誇るなと。一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからであると語っています。えー、明日のことを誇るなと。実際 コロナによって多くの人々が今死んでしまっていますアメリカだけでも50万人です皆さん50万人というと想像できますか50万人数字が多く大きくて私たちは実感できないんですけれどもそのように多くの人がいきなり死,を死に遭遇しているわけです家族と出会って話をしたり 挨拶をしたりまた遺言を残して、えー、死ぬこともできず多くの人がいきなり、えー、死,を死に遭遇するそういう状況の中に私たちが今暮らしているということです悔い改めるチャンスもなく信仰を持つことのできるチャンスも与えられずに、えー、終わりを迎えるわけですそれでエペソ5章16節を見ると 私たちに何と言っていますかエペソ5小16節を見ると、機会を十分に生かして持ちなさいと語っています。機会を十分に生かして持ちなさい。チャンスを持ちなさいと。これは何かというと、すぐ過ぎ去ってしまう時間、過ぎ去ってしまうそのチャンスを買いなさいということです。お金を出して買うように。皆さん、例えば 1, 回1時間だけにですね、 100%を当選する、えー、宝くじを売りますというとどうなりますか ?100% ならば、えー、買いに行きますよね。1をくれる、10をくれると言ったら、えー、全てを捨ててでもその宝くじを買いに走っていくと思います。100%当たるならばですね。私たちもこのようにどんな犠牲を持っても、どんな代価を払ってでも その救いのチャンスを受けなければいけないということを聖書は語っているわけです。この四惨節を迎えながら私たちは二度とない悔い改めのチャンスだということを悟って私たちは悔い改めの祈りをする信徒とならなければいけません。私は今日聖書の中で悔い改めるチャンスを逃してしまった人々について見てみたいと思います。 まず大きな1つ目にアダムは3つのチャンスを逃してしまいましたアダムは3つのチャンスを逃しました今日の本文創世紀3章はアダムとエヴァが、えー、善悪を知る木の実を食べて堕落してしまうそういう内容が記録されています今日の本文7節を見ると神様の御言葉に従順して堕落したその結果について語っていますね彼らの 目が開かれたと語っています。彼らの目が開かれたと。それはえ罪に対する目が開かれたということです。創世記3章7節を見るとえ、知ったと書いています。知った。知ったと書いていますよね。主導形で書かれています。これは善悪をしろ木の実を食べてすぐに自分の考えとは関係なく目が開かれたということを記録しています。これはアダムとエヴァに。 恥ずかしい、その恥ずかしさが現れたということです。罪に対する恥ずかしさ。アダムとエヴァが罪を犯すことによって神様の栄光がなくなってしまいました。その栄光によって隠されていたその罪がですね、出てきたわけです。創世期三章中説を見ると、私は裸なので恐れて隠れましたと語っています。恐れて隠れたと。 ここで裸という単語が出てきますけれどもえ単純に裸になった服を脱いだという意味ではなくえ語源的な意味から見てみるとえこれはえ巧みになったとえまたえーえー邪悪なえそういう状況になったということです自分の心がですね 聖なるものではなく罪に満たされてしまったと。罪が発見されたわけです。神様が出ていったわけですよね。そのようなアダムとエヴァに向かって、神様は近づいてこられました。今日の本文を見ると、アダムよと。あなたはどこにあるのかと。どこにいるのかと。これはアダムに与えられた、食い改めの機会でありました。善悪を知る気の実を食べると、必ず死ぬと神様は言われたわけです。ですから、 その御言葉を受けたアダ,ムによアダムにとってはですね、今すぐに殺されても何も言うことはできないような、そういう状況の中にあったわけです。しかし神様は、そのような堕落したアダムであったとしても、もう一度チャンスを与えて、悔い改めて戻ってくることができるように、機会をくださったわけです。チャンスをくださいました。それが私たちの父の愛なんですね、神様の愛です。 第2ペテロ3章9節を見るとこう書いています。第2ペテロ3章9節を見ると主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。変えってあなた方に対して忍耐,武力忍,耐忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が食い寄るために進むことを望んでおられると語っていますね。ではアダムは何をどのようなチャンスがあったんですか えー、まず1つ目に、創世記3章9節を見ると、あなたはどこにいるのかという言葉が与えられましたね。大創世記3章9節です。アダムとエバは罪を犯した後に、そのの木の中に隠れました。その時、神様はですね、アダムよと、あなたはどこにいるのかと語られました。神様が本当にどこにいるか知らなくて聞かれたんですかそうではないわけです。 どこ,にいるのかとこれはアダムとエヴァの霊的な状態を聞かれているわけです。霊的な存在、霊的な状態がどのようなところにいるのかということを聞かれたわけです。使命の場所、従順の場所、神様と共に歩むその御言葉がある場所におらずに。 今、あなたはどこにいるのかと、あなたの霊的な状態はどうなっているのかということを聞かれたわけです。これが頭に与えられた最初のチャンスでありました。あなたが逃げて、隠れているその場所から出てきて、神様の前に戻りなさいということを語られたわけです。しかし、神様に何と語りましたか創世記三章中節を見ると、私は恐れて隠れましたと語っています。れ恐れて隠れたと。 ここで隠れたという単語が出てきますけれども、単純に隠れたという単語よりも、えー、逃げたと逃げたという意味があります。逃げた。ですから、これはアダムがすぐに悔い改めずに神様の前から逃げていったことを意味しているわけです。チャンスを逃,逃してしまったわけですよね。また2番目に、えー、あなたは善悪の 知る木の実を食べたのかと語られましたね。創世記3章、11節を見ると、あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのかと語られました。最初のチャンスをくださった、そのチャンスをアダムは逃してしまいました。ですから、もう一度神様はアダムに来て、具体的に聞かれたわけです。アダムのその罪について指摘されたわけですよね。 その時、神様の御言葉に不従順したその自分の罪を告白して食い改めるべきだったわけです。しかし、創世紀2章17節で何と語りますか創世紀2章17節を見ると、善悪の木から取っては食べてはならない。そうやって聞かれたにもかかわらず、その命令を受けたのはアダム1人だったわけです。アダムが善悪の、えー そ知る木の実を食べてはならないということを見言葉を聞いたわけですよね。この命令を聞いた諜報人がアダムだったわけです。しかし、その原因を何と語っているのかというと、アダムは創世記3章12節を見ると、女に原因を成し付けています。神である主は女におせ、あなたが私のそばに置かれたこの女が私に食べさせたのですと語りましたよね。 アダムが御言葉を受けて、その命令を受けて、守るべき人であったにもかかわらず、その女に向かって、えー、原因をな,しなすりつけているわけです。また、ここを見ると、詳しく見てみると、あなたが私のそばに置かれたと語っています。神様のせいでと、神様が私たちに与えられたその女のせいで私は食べたのですと。 そうやって向かっ語っているわけです。ですから、アダムはこの2番目の機会、チャンスをも逃してしまいました。そして3つ目のチャンスが何かというと、女に向かって語られましたよね。あなたは一体何ということをしたのかと語られました。創世記3章13節にあります。女に向かって語られました。あなたは一体何ということをしたのかと。前夜を知る木の実を食べた、女に向かって、 なぜ、御言葉に不従順して善悪を知る木の実を食べたのかと語られました。アダムに向かって2回もチャンスをくださったわけです。悔い改めることはできるように語りましたけれども、そのチャンスを逃しました。ですから、女を通してでもアダ,ムにアダムが戻ってくることを望まれたわけですよね。それで最後は女に向かって語られたわけです。女を通してでもアダムが戻ってくるように。 しかし、これはアダムに語られたのと同じだということです。なぜならば、女が罪を犯すときに、その場所にアダムもいたからなんですね。創世記3章6節を見ると、一緒にいた弟夫にも与えたと語っています。一緒にいた夫。ですから、アダムといえば一緒にいたわけですよね。共にいたわけです。ですから、この チャンスも結局はアダムに与えられたチャンスなわけです。しかし女は何とかりましたか女は自分の罪を悔い改めずに今度は蛇になすりつけました。またアダムも静かに黙っているわけです。悔い改めなかったわけですよね。神様はアダムに 3回のチャンスを下さいましたけれども、アダムとエヴァはそのチャンスを逃してしまいました。そして結局、えー、呪いを受け、エデンから追い出されて、そして、えー、死,ぬ死に向かっていく人間としてなってしまったわけです。では、大きな2番目に、アダムの息子カインも同じように3つの、えー、チャンスを逃してしまいました。カイン 息子カインはですね自分の弟であるアベルを殺した人であることを皆さん知っていると思います。創世記4章1節からを見るとカインとアベルが神様の前に、えー、あカインとアベルは神様の前に捧げ物を捧げました。そのの時神様はアベルの捧げ物を受けけ取られたわけですその時カインはその 出来事を見て自分の捧げたこの捧げ物をなぜ神様は受け取られないのかとその問題の原因がどこにあるのかを考えず自分自身の信仰を振り返るべきだったわけですしかしそうしなかったんですねカインは神様の前に怒り憤って顔を伏せましたまず1つ目に そのチャンスは何かというと、罪を納めなさいと。創世紀4章6節に書いています。なぜあなたは生き通っているのか、なぜ顔を伏せているのかと語りながら7節に語っていますね。神様は、あなた、に会に向かって神様は、罪が、えー、その戸口で待ち伏せていると。だから、あなたはそれを治めるべきであると語っています。 殺人するその欲求を捨てなさいと収め,めなさいと語っているわけです。しかしカインは結局アベルを殺してしまったわけですよね。そして2番目に何と語られましたか ?2 番目にチャンスを下さったわけです。アベルはどこにいるのかと聞かれましたよね。神様はカイン,のカインにチャンスを与えるために創世記4章9節に あなたの弟アベルはどこにいるのかと語られました善悪を知る木の実を食べてその隠れていたアダムに呼ばれたようにですね同じようにカインにもあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われたわけです神様はカインにみ言とをこのようにくださった時悔い改めて私が罪を犯しましたと 私が弟を殺しましたと、許してくださいと、その一言を聞くために、カインに言われたわけです。呼ばれたわけですよね、カインを。探されたんです。しかし、どうですか神様の前に何と言ったでしょうか知りませんと語りましたよね。旧説を見ると、知りません。私は自分の弟の犯人なのでしょうかと。私の弟を私が見ていなければいけないのですかと。 小りではありませんと言いながらチャンスを逃してしまったわけです。そして最後の3つ目の、えー、チャンス、機会が何かというと、えー、創世記4 1中節にあります。あなたは一体何ということをしたのかと聞けと、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいると語られました。しかし、会員はこの見言葉を聞きながらも悔い改めずに、 えー、罪に対する、えー、その罪の呪いに対する、えー、心配事しかしていないわけですよね。創世記4章 13, 13節になります。カインは13節を見ると私の戸川大きすぎて担いきれ,れませんと。これはカインが食い改めたという意味ではありません。自分の罪によって。えー 与えられる自分の罪に対するその審判、裁きが恐ろしくて、絶望している、そういう姿を見せているわけです。結局、最後まで、カインは神様の前に罪をゆる、えー、悔いためずに歩んだわけですよね。しかし、神様は殺人したそのカインを呼ばれて、 悔い改めるのを待っておられました。しかし最後までこのカインはチャンスを逃してしまい悔い改めることがなかったということを聖書は記録しています。また大きな3つ目にもう1人見てみましょう。イスカリオテのユダもこの3つのチャンスを失ってしまいました。イスカリオテのユダ。イエス・キリストの大きな 愛を受けた弟子であります。悔い改めあ、お金の管理はですねお金の管理は愛する者、信頼できる人に任すわけです。そういう人であったイスカリオテのユダ、そのユダも神様から与えられた3つの機会を逃してしまいました。その1つ目のチャンスが、えー、パンを裂いてくださった時であります。パンを裂いてくださった時 ヨハネ十三章二十一節から見てみると、ヨハネ十三章二十一節から見ると、えー、スイコシノマツリしてから、二十一節を見ると、えー の弟子の前でですね、多くの弟子の前で、この中で一人が私を裏切るんであると語りましたよね。そして、ヨハネ13章26節から27節を見ると、イエスは語られましたよね。私がパン切れを浸して与えるものがその裏切るものであると語られました。そして、そのパン切れを一つユダに与えられたわけですよね。そのときユダはそのパンを受けなければよかったわけです。 手に取らなければいいんですね。そして、私が間違っていましたと言えばいいんです。しかし、どうでしょうかこのイスカリオテのユダはですね、そのパンを受け取りました。食いやるためのチャンスを結局逃してしまったわけですよね。そして次に2番目のチャンスが、一緒にさら、えー、に手を入れるときでした。それもまた機会だったわけですよね。また26章。 節節から25節になりますまた26章、23節から25節を見ると、えー、その8に手を浸す者、私と一緒に手,に手を入れる者が裏切る者であると語られました。その時、ユダがですね手を取って、抜いて、食い改めればいいわけです。しかし、食い改めるのではなく、何と言いましたか、私ですかと私ですかと。 私がそうなんですかと、私ではないでしょうと、神様の前にイエス・キリストの前に語ったわけです。このように2つ目のチャンスを逃しました。そして最後の3つ目のチャンスがイエス様を捕まえに来た時でした。これが最後のチャンスですね。ルカによる福音書22章48節を見ると、口づけしようと近づいてきた時でした。 ルカ22四48節を見ると、えー、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと語られましたよね。この時、ユダは、えー、合図を与えていましたよね合図を語る。私が口づけする人がイエス・キリストであると。ユダよと。 本当にあなたは私を裏切るのかと最後にですね、えー、聞かれたわけです。それが最後のチャンスだったわけですよね。しかし、ユダはどうですかこの声を聞きながらも、イエス・キリストの,その声を聞きながらも、最後まで、えー、食い改めずに、結局イエス様を銀30枚で売、えー、ってしまう、そういう、えー、罪を犯してしまったわけです。この他にも多くの人に罪を、えー 悔い改めるチャンスが与えられていたということを聖書を見るといろいろと記録していますしかし多くの人々は悔い改めずにそのチャンスを逃す内容が多く記録されていますでは私たちはどうでしょうか結論的に私たちはこの悔い改めのチャンスをどのようにして掴むべきでしょうか悔い改めの機会を掴むためならどうするべきかを見てみたいと思います まず一つ目に、両親の、両、え、親、ー、が責められなければいけません。両親が責められるべきなんですね。この私たちに与えられているこの両親というものは神様に属するものであります。神様の,その、えー、求めておられることを、この両親を通して知ることができるわけです。アダムは自分の両親を欺きました。自分の両親をですね、 えーえー、騙して問題のその原因をですね他の人になすりつけたわけですしかし私たちは自分自身に問題の原因があるということを悟,ら悟っていつもそれを覚えながら暮らさなければいけません謙遜になって自分自身の罪をしっかりと見ることができるそういう目を持たなければいけません首都行伝24章16節を見るとこう語っていますよねパウロのようにいつも いつも両親に責められることがないように常に勤めているというこのパウロのような暮らしをしなければいけません。自分の両親に責められることのないようにいつも勤めるそういう信徒とならなければいけないことを私たちに語っておられます。また2番目に祈りによって目を覚ましていなければいけません。祈りによって目を覚まさなければいけないんですね。神様は祈って、 自分の罪を食い改めるならば必ずどのような罪をも許してくださると語っておられます。詩幣32編、5節を見ると私の罪をあなたに知らせ自分の不義を隠さなかったその時私の咎を主に告白しようとした時に私の罪が許されたと語っています。神様は私たちの中にある自分の問題一つ一つをですね正直に 悔い改めて告白するならばその悔い改めは必ず聞き入れられてその罪を許されるということを聖書は記録していますそして最後の3つ目に最後の審判の時を見つめて歩まなければいけないということです準備しなければいけません最後の審判の時を見上げながら準備しなければいけないわけです悔い改めというものは最後の 時を見るる人だけが食い改めることはできますルカによる福音書中2章四十節を見ると、あなた方も用意していなさいと思いがけない時に人の子が来るからであると語っています。世の終わりの時に集中して、いつも最後の時を見上げながら会いみなさいと、再臨の時審判の時に集中して会いみなさい、そういうことなんですね。私たちは明日のこと、 また、世の終わりがいつなのかもかること知ることはできません。しかし、それは私たちにとっては祝福であります。なぜならば、その日にちを知らないから、私たちは恐れを持って暮らすことができます。また、集中して世の終わりに集中して歩むことができます。また、毎日毎日食えるため暮らすから暮らすことができます。 明日、世の終わりが来たらどうしようと考えながらいつも毎日毎日食い改めながら暮らすことができるわけです。ですから、世の終わりがいつなのかを知,知ることができないのもある面から言うと祝福なわけです。今すぐに世の終わりが来てもいいというそういう準備できたそういう姿勢を持って暮らしていかなければならないということを私たちに教訓しているわけです。 今私たちは四巡節10日を今迎えました。この四巡節は自分の罪を処理する期間であります。神様は私たちに私たちの名前を聞きながら3つのチャンスをくださっています。それを私たちはしっかりと覚えなければいけません。そのチャンスをつか、えー、まなければいけないわけですよね。イザヤ55章。 6節から7節を見て、えー、終わりたいと思います。イザヤ55章、6節から7節を読んでみましょう。一緒に読みましょう。イザヤ55章、6節7節。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を訪ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼,彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。 主は豊かに許しを与えられると語っていますね私たちに今、悔い改めのチャンスが残されているということがどれほど感謝でしょうかその悔い改めのチャンスを今すぐにつかめばいいわけです。ですから私たちに今与えられているこの3つのチャンス、その残りのチャンスをの、えー、しっかりとつかんでですね、悔、えー、い改めて救いの 祝福を受ける皆さんとなるよう、主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。今日も私たちに御言葉によって、恵みを下さり、今、あなたはどこにいるのかと、私たちの信仰の状態を悟ることができるよう、導かれ感謝いたします。神様、私たちと共におられて、私たちが間違った道に行こうとするたびに、 神様は救いの道へと導いてくださります。いつも神様が与えてくださるそのチャンスをしっかりと掴んで、神様にフォーカスを合わせて、いつも毎日毎日与えられる御言葉を通して、自分の信仰をしっかりと振り返り、悔い改めて神様の前へといつも歩んでいく信徒となることはできるを祝福してください。私たちの良心をしっかりと悟り、祈りによって、 謙遜に神様の御言葉に従って歩むことはできるよう導いてください。神様から望んでいる道へと歩む信徒となることはできるよう祝福してください。すべて感謝し、愛するイエス・キリストの皆によって切にお祈りします。アーメン